彩気ラーメン。彩気ラーメンは、大分県彩気市のご当地ラーメンである。醤油豚骨系スープにチューブとゆる、目の麺が特徴。店によっては、豚骨と魚介のダブルスープとする場所もある。味の継承としては閉店した、上海、コーランや、現存する、藤原来県の影響を受け、少しずつではあるが店によって、組み立てが異なる。大きく捉えると、しょっぱい、油っこい。 ニンニクパウダー、胡椒多め、麺ゆるめ、スープ少なめや、トッピングとして、チャーシュー、ごま、ネギ、もやしの中から最低4、5項目が配されると、サイキラーメンと定義づけられる。サイキ市では、昔から、漁業や造船業といった汗をかく仕事が多い、土地柄であった。加えて、山が近いため、朝には、海風が吹き上げて、夕暮れなどは吹き下ろしの強い陸風が吹く。 そのため、温かく塩分補給を考慮した塩気が強い、埼玉ラーメンが生まれたと言われている。また、他地域との交流が少なかったため、周辺地域の大分市内のラーメンや、宮崎ラーメンとは異なる、独自の路線、ガラパゴスな進化を遂げたのではないかと言われている。2013年に、ラーメン評論家、大崎博監修により、病状食品から、カップ麺、病状、 大崎博市の美味しさ新発見。大分再起醤油豚骨ラーメンが発売された。2013年に、ローソンからレンジ温め、タイプ、ローソン再起ラーメンが発売された。2013年から2016年と2019年、大崎のすすめで、東京ラーメンショーに出品。ラーメンのプロデュースは、東京都新宿区高田のババの、渡し鍋店主、渡辺ジュアン。 2013年は総合3位。2014年は総合4位を獲得している。2014年は1万杯以上を提供した。2015年には大分県技術市場交流プラザ再起が再起のラーメンマップのウェブサイトを開設し、普及活動に力を入れている。2015年に東京都豊島区池袋ラーメン王の石上秀幸の 極み麺セレクション第4弾として、大分サイキラーメンが約1年出展された。プロデュースは、東京都新宿区高田の馬場の、渡し鍋店主、渡辺じゅあん2015年にサイキラーメン店主と市民が一体となって、情報を発信共有する地元グループとして、サイキラーメンファンが発足。2016年に、神奈川県横浜市港南区市も長屋に、 サイキラーメン専門店のニル糸がオープン。プロデュースは東京都新宿区高田の馬場の渡し鍋店主、渡鍋樹ん。自称日本一ラーメンを食べた男の大崎博士がサイキラーメンを初めて食したのは2001年の大分県南部地方にあるマニアックなラーメン店ツアーでコーランのラーメンを食べ終えて表で待っている間にまた食べたくなったと記述している。後に 大崎が監修した、病状食品の、病状、大崎博市の美味しさ新発見。大分埼玉醤油豚骨ラーメンを製作するにあたり2012年にも、大介市、コーラン、有楽、楽天等を食べ歩いた。2004年に閉店した、上海直径の店が2016年に、大分県丹野原にオープン。店主の古恵ビ寿浜木は、上海の常連で、 上海おかみよりレシピを受け継いだ。諸事情で一旦閉店したものの、2018年に、古エビスの次男、古エビス危機が受け継ぎ再オープンした。ラーメン研究家の石山隼人は、大分のラーメン本製作のためたびたび、大好きしているが、最近ラーメンだけは、久留米からの流れか、九州豚骨圏にあって、どの系譜を持っているのか見当がつかないほど、独特のラーメンとのこと。 大分サイキラーメンとして全国へのイベント参加をする時は基本的に渡し鍋店主の渡辺寿安がプロデュースしているが渡辺のサイキラーメン好きは有名で2018年に閉店したコーランは渡辺の中では特に非起点であったちなみに渡辺が初めてコーランを食したのは全国のラーメン食べ歩きをしていた大学時代 当時の大分県の交通網は疲弊しており、空港から再起に来るには4時間以上を要し、二度と来ることはないと思ったと口述している。また、当時、まだ営業していた、上海が、定休日で食べ損なったことを後悔している。大分再起ラーメンのイベント出店履歴2013、東京ラーメンショー2014東京ラーメンショー、大阪ラーメンエキスポ2015福島ラーメンショー。 東京ラーメンショー2016東京ラーメンショー2017岩手ラーメンフェスつくばラーメンフェスラーメン優秀2017秋の陣2018名古屋ラーメン祭り全国ラーメンフェスイン長崎全国ラーメン祭りイン静岡ラーメン女子白衣大阪2019東京ラーメンショー宮レラーメンライブありがとうございます